高億単価ガソリンとは、レギュラーガソリンより高い億単価を持つガソリンのことで、ある。一般にハイオークガソリン、ハイオークと略称される。高億単価とは、石油燃料を内燃機関で燃やした時にノッキングと、呼ばれる、障害の起こしにくさの度合いが高いことを示しており、揮発性の有無や燃焼カロリーとは、関係がない。ガソリンの規格は地域ごとに異なっており、 高億単価ガソリンの名称や基準も地域ごとに異なる。日本国内でも例として無塩高億単価ガソリンを要する車両の諸元表の燃料の欄には無塩プレミアムなどと表記される。高億単価ガソリンは製油所内の接触回出装置と接触分解装置という2種類の異なる装置によって別々の特性を持つガソリンが製造され、 求められる特性に合わせて混合される。重質ガソリンと水素を原料に、発金系粒上触媒との接触によって、オクタ単価が高く方向属を多く含んだガソリンに、排出される。収量は80%と比較的良好であり、反応中に新たに水素が得られる。このガソリンは高速での燃焼時に、オクタ単価が高い特性を持つ。 減圧蒸留で生み出された重質油を原料に重質油の長い炭素差をシリカマイナスアルミナ系の粒上触媒との接触によって短く分解しオクタン化が高くオルフィン分を多く含んだガソリンが作られる。収量は40から50%であまり高くない。このガソリンは低速での燃焼時にオクタン化が高い特性を持つ。燃料に 高億単価のガソリンが指定されている車種に使用される。レギュラーガソリン使用者に廃屋を入れた場合、一般的に高性能エンジンは廃屋ガソリン使用である上に、かつて盛んに行われた廃屋ガソリンの広告宣伝活動の影響もあり、レギュラーガソリン使用でも廃屋ガソリンを入れれば、性能が向上するという説が存在するが、その説は一概に正しいとは言えない。 ハイオクガソリンは燃料そのものの熱量がわずかながら高いだけであり、高出力や低燃費を得るために圧縮比を高く設定したエンジンにおいて高温になり自然発火することを防ぐためにオクタ単価を高めた燃料だからである。もともとレギュラーガソリンを使用する前提のエンジンはレギュラーガソリンでノッキングが起こらない設計になっており、さらに2000年以降の多くのエンジンは ノッキングの発生を感知し、それを最小限に抑えるように補正する装置が装備されているため、ハイオークガソリンを入れる意味はほとんどない。燃費が2から5%程度向上する場合もあるが、ハイオークガソリンとの価格差を考慮すると無意味のケースが多い。また、レギュラー仕様でもターボチャージャーやスーパーチャージャーを装着しているエンジンにおいて、高回転運転を続け、 エンジンの温度が高まった場合は、ノッキングが発生する可能性もある。こういった特殊な状況においては、ノッキング防止という点で効果は考えられるが、ノックセンサーが装備されているエンジンは多い。一部のレギュラー仕様エンジンは、燃料のオクタ単価の違いを判断し、自動的に点火時期を廃屋仕様に進化するものもあるので、 この場合は若干の出力の向上が見込めると期待する人もいる。廃屋ガソリンに含まれている添加剤によってエンジン内部や燃料系統の正常効果が得られるという説があるが実際の効果は車種等によって大きく異なっておりすべての車種に対して宣伝通りの効果が得ることができるとは限らない。添加時期が狂っていたり燃焼室内部に カーボンが溜まっているなど圧縮比が高くなりノッキングを起こしている場合、ハイオークガソリンを使用することによってノッキングを防げるケースはあるが、点火時期を直したりカーボンを全て排除するなどの機能はない。内部の正常化目的でハイオークガソリンを入れるよりは濃度の面でもベッド正常剤を添加する方が効率的であるし燃焼状態に影響が出るほど圧縮比が高まるぐらいに カーボンの体積が重度である場合は分解清掃する方が何より確実である。なお、かつては、廃屋とは、言うなまプレミアムガソリンのことを指していたため、1985年頃までのレギュラーガソリン使用者には、廃屋ガソリンは使用しないことと書かれている場合が多いが、現在の廃屋ガソリンは無塩ガソリンであり、これらの車に、 現在の廃屋ガソリンを給油してもまず問題はない。一方で2020年に登場したスバルの CB18 エンジンでは直噴でリーンバーンを行う関係上廃屋ガソリンを使用すると着火しにくさが問題となり燃費や指導性が悪化するとしている。廃屋使用者にレギュラーガソリンを入れた場合前後とは逆に ハイオークガソリン使用者にレギュラーガソリンを入れた場合は、出力と燃費が確実に悪化するなど、様々な問題が発生する。車種にもよるが、出力は実測で5から30%ほどの低下が見られる。また、蒸気の通りノッキングが発生する可能性があるため、場合によっては、深刻な故障の原因にもなり得る。ただし、大半の輸入車も含めた、市販車のエンジンは、 緊急時におけるレギュラーガソリンの一時的な使用を想定しており、その場合は即故障にまでは至らないと考えてよい。この場合はエンジンコントロールユニットにレギュラーガソリンを入れた時のプログラムが入力されており、レギュラーガソリンなど低オクタ単価のガソリンを入れた際には自動的にそのプログラムが作動する仕組みとなっている。ただし、レギュラーガソリンで走れるといってもそれは緊急時の 場合であり、改めて指定ガソリンを入手すべく自走可能にするための応急措置である。ただし、一部の車種は、廃屋ガソリン専用を謳うエンジンが存在するため、注意が必要である。このようなエンジンの場合、エンジンの損傷や車両火災といったトラブルに直結するため、廃屋仕様の車両にレギュラーガソリンを使用することは、極めて危険な行為である。一例として、 日産 GT-R はエンジンが非常に繊細なため、レギュラーガソリンの使用については、非常時においても禁止している。廃屋仕様、廃屋指定、廃屋専用などいろいろあるが、レギュラーガソリン化の廃屋仕様エンジンだとしても、長期的に見れば、ノッキングによって故障が生じる恐れがあるため、廃屋指定車種では、レギュラーガソリンを常用すべきではない。 レギュラーガソリンの常用により、エンジンに不調をきたした場合、保証対象外になり得る。これらは、車両の取扱説明書に明記されており、ユーザーはそれに従うことが望ましい。近年ノックセンサーなどが発達し、燃料の噴射や点火のタイミングをずらすなどの補正が行われ、ノッキングが生じにくくなってはいるが、古い車種では、ノックセンサーで補正しきれず、アイドル不安定。 エンストなどの事例も報告されている。また、レギュラーガソリンを入れた場合、ノッキングの発生などによるエンジンの過剰な加熱による破損を防ぐために燃料を増量させ、ピストンを加熱させないプログラムへと変更される。燃費が悪化する理由はこのためである。これらのことを勘案すると、レギュラーガソリン使用者でも、廃屋ガソリン使用者でも、 自動車メーカーが指定していないガソリンを使用するメリットは乏しい。なお直噴エンジン車のうち初期の希薄燃焼タイプのものは廃屋指定であることが多い。これは直噴エンジン自体が通常のポート噴射型エンジンに比べて高圧縮比設定になっていることが多いためで三菱のグリのように低負荷領域では圧縮時、中高負荷領域では吸気時よび圧縮時に 燃料噴射を行う制御であることが多いため、レギュラーガソリンを入れると圧縮時にデトネーションなどを引き起こして出力不足やエンジン損傷につながるからである。近年では制御技術の向上により直噴エンジンイコール廃屋指定でなくなってきてはいるが、廃屋指定の直噴エンジンでのレギュラー乗用は基本的に近畿である。もちろん、レギュラーガソリン用のプログラムが組まれた。 ハイオークガソリン使用者でもチューニングショップによる現車合わせにより年長をギリギリまで詰めた液を使用したり圧縮比を著しく高めたりした場合レギュラーの使用は論外となるこの場合わずかでも多く単価が低下するとノッキングやピストン棚落ちなどのトラブルに直結する場合がありレギュラーガソリンは使用できないからである最近では液の書き換えによるトラブルを防ぐために メーカー側が駅を容易に改ざんできないように対策をとっている。同様にチューニングや改造によって元々のレギュラーガソリン使用者を廃屋ガソリン使用者にした場合もレギュラーは使用してはならなくなる。欧州車の内欧州においてレギュラー指定である車両も日本では廃屋指定となっているが欧州規格のレギュラーに相当するように奥単価を 調整するためにレギュラーを給油ないし廃屋と混合給油するのは不可能ではないが現実的とはとても言えない。オートバイの場合自動車とは違い一般にオートバイはコストあるいはスペースの関係上のキングセンサーを備えていないケースが多いため廃屋ガソリン使用者にレギュラーガソリンを入れることは望ましくない。逆にレギュラー仕様の車両に廃屋ガソリンを入れても パワーアップや燃費向上などは望めない。例外として、ホンダやヤマハのような日本メーカーの日本国外モデルのようにレギュラーガソリン使用者の取扱説明書に、もしもノッキングが起こるなら、異なるブランドのガソリンか無塩プレミアムガソリンを使うことという記述のあるものもある。これらの車種を日本国内で逆輸入車として使用する場合でかつ、国内代理店において、 レギュラーガソリン使用者として販売されている場合に輸出元と日本でレギュラーガソリンの規格が異なると負荷や使用状況によってはノッキング等を起こし得る場合があるそういった車両であれば廃屋ガソリンでノッキング等の改善は見込め得る2010年代頃より主に消排気量車で普及した日本メーカーの東南アジア製の日本国内モデルの場合も同様で 取扱説明書に明記はなくとも、ノッキングに関してであれば、改善はあり得る。その他発電機や、チェーンソーなど、自動車や二輪車以外のガソリンエンジンの燃料として、廃屋を入れても利点はない。航空機用ガソリンは、U 鉛ガソリンを使用している。航空用ガソリンは、特定毒物で、鉛中毒の危険がある、テトラエチル鉛で火炎されており、無塩使用である。 現在の車には使用できない。無塩ガソリン仕様のエンジンに使用すると、バルブやバルブシートの侵食損傷、点火プラグの汚損、触媒の損傷などを引き起こしたり、環境や人体に対して鉛汚染の原因となる。また、給油の際などに、航空ガソリンに直接触れると、テトラエチル鉛が人体に蓄積され鉛中毒を起こす危険が多分に、あるので、 安易に航空用ガソリンに触れたり、ガソリン蒸気を吸入しないようにしなければならない。アルキルナマリとしては、テトラエチルナマリ 4PB が最も多いが、4メチルナマリ 4PB、メチルエチルナマリなども該当する。いずれも、猛毒物質で呼吸や皮膚接触により容易に吸収され、中枢神経性の鉛中毒症状を引き起こす。現在は、 無塩ガソリンが流通の大部分であり、昔のようにガソリン由来の鉛中毒を起こす危険性を知らない人が多く、安易に自動車用ガソリンと同列しして航空用と以外に使用するのは大変危険である。日本で入手できる航空用ガソリンの億単価は最大でも100億単であり、 自動車用無限廃屋で同じ億単価のものが購入できるので、あえて航空用ガソリンを使用するメリットはない。弊害については蒸気を参照されたい。ヨーロッパ規格では、レギュラーガソリンのアンチノック製の加減値は91、82.5とされており、アンチノック製の加減値が95、85の基準を上回るものをプレミアムガソリンという。 さらにアンチノック製の加減値が98、88の基準を上回るものをスーパープラスという。ほとんどの欧州車は日本では廃屋指定となっている。近年増えつつある直噴エンジンではススの発生や高圧縮比較のため廃屋の代わりにレギュラーを使用することは推奨されない。また、高出力なエンジンではオクタ単価98以上を指定している車種もある。 アメリカでは、億単価91から93キが、ハイオークガソリンと位置づけられている。そのために、日本のハイオークガソリンより、億単価が低いと思われがちである。しかし、アメリカでは一部のスタンドで100キのレースガソリンも販売されており、チューニング車のユーザーが多いことが伺い知れる。具体的には、日本工業企画で、 億単価が96以上のガソリンという規格が定められているが実際に市販されている廃屋ガソリンの多くは98から100のものとなっている一部の元売り会社で廃屋ガソリンの商品名に100という数字が付加されていたことがあったがこれは億単価100をアピールしたものであったかつて日本国内で製造されたガソリンエンジン搭載の自動車は すべてあり鉛ガソリン仕様だった。しかし、公害問題によるガソリンの無限化対策の結果、1972年3月までに、マ鉛仕様の自動車は製造されなくなった。しかし、この段階では、マ鉛仕様車の仕様自体が禁止されたわけでは、なかった。マ鉛仕様の自動車が使われている間、国内のガソリンスタンドでは、マ鉛ガソリンの販売が続けられた。 しかし、ユーナマリ使用者の数は徐々に減少し、ガソリンスタンドでの販売量も同様に減少していった。そこで1983年に、井出光興産と日本石油が無塩廃屋を発売し、他社もそれに追随した。無塩廃屋は、量販されるレギュラーガソリンと差別化を図れるため、ガソリンの販売各社としても高い価格で販売でき、大きな利幅を得ることができる。 このため、各社とも、ハイオクガソリンの商品開発、販売促進に熱心であった。ハイオクと称して販売されているガソリンは、オクタン化工錠剤の添加で、アンチノッキング性を高めるだけでなく、強化された、正常剤などの添加により付加価値を高め、プレミアムガソリンと銘打って販売された。一時期は高性能をイメージさせる、映像表現や、クリーン。 環境に優しいなどと銘打った廃屋ガソリンのコマーシャルが盛んに行われていた。一方で自動車会社はこうした石油元売り会社の動向に対して冷淡であった。実際のところはレギュラーガソリンを前提にした自動車にただ廃屋ガソリンを給油しただけで自動車の性能が向上するわけではなく石油元売り会社が宣伝するような効果はなかったからである。 しかし1980年代は自動車メーカーも石油機器やハイガス規制といった逆風から立ち直りハイパワー競争に明け暮れた時期でもあった。そこで出力を高める手段としてエンジンのオク使用化が行われた。そのため高性能のスポーツカーや高級車の多くがオク使用となった。配置使用車の登場によって消費者の間でも指定の車種でなければ 廃屋ガソリンを給油する意味が薄いことが知れ渡ることとなった。逆に、廃屋使用者には当然ながら、廃屋を給油しなければならないため、現在では、石油元売り会社による、性能、環境アピールのような廃屋ガソリンの宣伝活動は、控えられている。いわゆる、無印スタンドと呼ばれる、元売りの系列に属さない、ガソリンスタンドは、 元売りの余剰在庫の、いわゆる合天玉と呼ばれる、業者間転売品のガソリンを販売している場合がある。元売りの系列に属するスタンドと比べて、数円、得や安い場合が多いが、合天玉はいくつかのタンクや、タンクローリーを渡り歩くことが多く、その過程で複数のメーカー、様々な品質の製品が混合され、品質に問題が出る場合がある。悪質な例では、 レギュラーガソリンを混ぜて、廃屋として販売したり、レギュラーガソリンを廃屋と偽って販売した業者も、ある。また、元売りの看板を出しているスタンドでも、元売りの名前がないタンクローリーが、日常的に出入りしているスタンドは同様な注意が、必要であると言える。平気の例。ありがとうございます。